本日のアンケート「焦げも食べますか?」はい「A」「はいおいしいよ」うんまあ僕は「A」ではあるんですけどこれはものによりますねはい「A がはいおいしいよ」「B」「うんうんあんまり食べないようにしてる」「なんかさ焦げはあんまりよくないって聞いたよ」つって「はい」「B」が食べない、えー」メールで参加する方はヒップアットマーク「ROKINAWA.CO.JPHIP」ok アットマーク、r o k i n a w a c o j p はいよ。えー、電話がですね、098-869-8640、はい。フい。ックスが098-869-8640。 となっておりますので、えー、今日もですねいつものように1時までは、A、と b のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください、えー、見事ぴったし感覚の方にはお米券をプレゼントしておりますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号そして郵便番号をタッコアしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ はい響さんはいおこげ食べますか、まあ、お米のね、うん、おこげなんかは大好きですね,ねうまいね焼きおにぎりもあるからね香りがまた違うじゃないですか、うん、普通のね白米のこの綺麗な真っ白なやつとは、ねうん、あれがまたたまらないんですよねで野菜とかの焦げなんかは、うん、まあ普通に食べるかなまあしょうがなくできた 焦げも、ねうん、あるから別にそれを、ね、わざわざ切って取って捨てるぐらいは僕もしないんでですねまあお肉とかもまあそんなふうに食べるんですけど、うん、まあ何て言うんですか焦げというよりももう炭化してるみたいな、うん、真っ黒真っ黒とかはさすがに食べられませんね,ね、えー、でも端っこがちょっと焦げてね黒くなってるぐらいだったら全然気にしないで食べますし、うん、あの昔漫画のねえ、はい、であの 木炭を粉にして毒を飲んでしまった人にこれを飲ませて胃の中で炭に毒を吸わせて中和するっていうのを僕は「ジン」という漫画で読んだので昔のお医者さんのドラマ化もされたまあ炭食べるぐらいなら別にいいだろうぐらいの焦げって要するに炭化してる炭みたいなもんだろうと勝手に思ってて別にいいだろうとなんかねほらがんを誘発するみたいなとって言われてた時もあったんですけどあれどうなったんですかねえっとですね ちょっと調べたらですね、はい、農林水産省のウェブサイトから見るとですね、うんえー、まあ肉や魚が焦げた部分にも、まあ、発がん物質を含む多くの化学物質が微量に含まれているとにまあ気になる場合は焦げた部分を取り除いて食べるといいでしょうっていうふうに書いてあるんですね、うん、ただこれ例えばこの発がん性物質が含まれてるって言ってますけど、うん、えー 量的に人に対しては少なくとも一日数キログラム以上食べないと <laughs> ならないっていうことなんでなるほど本当にまあちょっとだけ気になる人は避けてねっていううんあとはあれですよねこのこ好みといいますか炭、うんね、焦げてるの食べたくないとかさすがにこの味わいが損なわれるっていう方はまあ避けて食べればいいし、うん、そうじゃない方は別にもりもり食べていただいてもりもり食べるのはよくないですけど焦げ目が美味しく感じる理由っていうのもあって 何でしたっけあてるアミノ酸か何かがこう火が入ることによってなんちゃらええっと、ね、メイラードメイラード反応っていう化学変化が起きてお肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱することで結びつき褐色へ変化しますと。うん、で香ばしさや風味が生まれると。 そうですよね<わ>メイラード反応まあアミノ酸だからあの例えば糖なんかもそうですよね砂糖なんかもちょっと焦げたりすると、うん、カラメル的な感じ、ね、カラメル的ないい香りがしたりとかするにしますしだからこうある程度の焦げは、うん、多分皆さん許容されてらっしゃるし、うん、むしろこれが焦げてるっていうものだと分からずに食べてる方もいらっしゃるんじゃないですかね,ね焼き魚とかは、うん、やっぱちょっとこの表面がねそう,そうなんですよ、うん ってなるぐらい焼いてないとねいかんなと思ってるんでまた香りが違うね。そうなんですよ。あとはまあ焦げるっていうことではないんですけどベーコンですよね。あカリッとあれはもうカリッとしててくれないと柔らかいベーコンなんてベーコンにあらず的ないや周り柔らかいの好きだけど別に柔らかいも食べますけどまああのまああえて過激な言い方をすると。 カリカリのベーコンを食べない薄いのでしょ。うん、もものはもう僕はもうこんなやつは酒が飲めないみたいな極端だな。です。えそんなことは全然ないですよ。でもカリカリカリのベーコンに目玉焼きを乗せてこれをと一緒にご飯をかく込むっていうのが最高に幸せな日曜の朝。確かにね。うん。そうちょっとこのパリッとしてた方がうまいやつが結構あるんではないこかな。パンもそうじゃないですか。そうね。 まあ、ちょっとあの食パンとかのこの縁が焦げた感じのやつとってもうまいんだよなそうな,そうなんですよだから焦げというのはこう太古の昔から人間を魅了して離さない謎の存在、うん、焦げ真っ黒は良くないですけど真っ黒ね茶,茶色,ね茶,色<う>茶色の範囲だとやっぱ美味しいの多い、うん、そうですね、うん、あのお肉なんかもちょっと焦げちゃって例えばあのフライパンにちょっとくっついたりしちゃってうん,、うん、なんかわざわざガシガシガシって。うん 剥がして食べたりしますから取、ね、ってう,うまいなうまいんだよな <laughs> 美味しいんですよやっぱりこの焦げには多分ねあのその人のこだわりとかっても結構反映されるかもしれないですねうんこれは焦がしたものが好きとかだって料理とかでさわざと焦がす場合もあるもんねあのバーナーで出すありますね。上だけこう炙ってとかねうんあるからねありますねうんあの 料理なんかはそうですねわざとこのこ焦げの比率なんかを調整したりするのもテクニックの一つだったりしますしだからこうなんだろう焦げたら絶対ダメな料理とかってあるんですかねあんまりねえだからね、うん、全く焦がさないってねあるかななんなら僕あの目玉焼きとかは、うん、あの何て言うんですかこの縁うん、うん、白身の縁部分がもう茶色になってるぐらいカカリカリしてるやつね、うん、火を入れてるのがすごい好きですね。わかる うん、七八<枚>あれぐらいでもあまり焦げすぎるとこのお箸でね、うん、この割るのが難しいか<ー>くなってしまうのではい、はい、なってくるのでこの辺りの綺麗にお箸で こう割れるけれども、片手でね、お箸操作して、割れるけれども、カリカリしてるっていう。焦げを作れたときに、今日はいい日だと。ありますね。いや、目玉焼きの端っこ前は、そうなんですよ。世界のすべてを祝福しようという気持ちになりますね。ここに神殿を建てようぐらいの。卵焼きもさ。 真っ黄色よりはやっぱりちょっとこう焼き目がついてるというか美味しそうに見えるよねそうなんですよねりあれは何なんでしょうね生まれつきなのかそれともこう学習して、ね、それが美味しいと学んでいるのか分かんないんですけどちょっとや焼き目がついてるものイコール美味しいっていうのがちょっと刷り込まれてるかもしれんな,、うん、なんかな。あとはやっぱりこの 焦げ目そのものに関してではないかもしれないですけど、うん、やっぱり火が入っているうん、うん、熱が入ってるっていうのが一発でわかるじゃないですか、うん、焦げてれば、うん、だから安心するっていう部分も僕多少あるかなって個人的にはそう,だねうん,うんチキンもね皮パリッとしてて中ジューシーなほうがうまいしなそうなんですよーいやー焦げだから もう焦げは絶対的にダメっていう方もここまでは大丈夫だけどここ以降はダメみたいなそういう皆さんなの何なて言うんですかね基準を自分の内側に問いかけて送っていただきたいと。いやあの何だろう「焦げ食べますか? A」「A はい B いいえの」の、うん、B の方に関しては「うん、本当に?」って。 うん本当にじゃあここまではどうとかって僕はこう小一時間問い詰めているラインをねラインをどのあたりから OK でどのたりでダメなのかってことねそしてほーら焦げてるの食べてんじゃん好きなんじゃん <laughs> っていうのがしたいという今性格の悪さが私でななん、ね、焦げ,焦げ推しなの焦げ推し <laughs> いやだってね人間ほら人が食べるものっていろいろたくさんある中で、うん、なんでこんなもの食べるのっていうものもある中で、うん、焦げぐらいいいじゃんしたってってまあまあまあ火通した証ではあるからな焦げってなだって 一回他の生き物の体内通って糞から出てきたものをコーヒーにして飲んだりするあるじゃないですか。コーヒーだってあれちょっと焦げてるというかあの焙煎作業っていわゆる焦がしてるんですもんね。あれもおそらくメイラード反応的なのがあって 香りや風味なんかが出てくるわけですから、ああ、やっぱそういうのも吸り込まれてるんだな。そうなんですよ。いい香りがするとかね。もう焦げラブなんですよ。我々人類焦げラブ。焦げラブ。焦げラブ。なんですよ。絶対流行らんわ。誰か作ってくれませんかね。あの、はい、あ、作ってください。はい。ありがとうございました。焦げ惜しの焦げラブだな。絶対流行らんな。 <laughs> はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響アナウンサーでしたさあ本日のアンケート焦げも食べますか A はいおいしいよ B いいえあまり食べないまあさっきちょっと響紀の時にも説明したんですけど一応まあ農林水産省のウェブサイトによるとまあ微量にその発ガン性物質を含む化学物質が含まれていますよまあ気になる場合は取り除いて食べるといいでしょっていうのがまあ前提としてただ 一日数キロぐらいも食べるんだってちょっとそれは問題が発生しますがそうじゃない場合はあんま多少の焦げは問題ないでしょうというねお医者さんもいたりはいねやっぱり焦げは美味しいよっていう意見もあったりということですねそれはでも何でもそうだよね何でも一日数キロ食ったらそれは体に悪いだろう砂糖でも塩でも何でもねそうですよねはい行きましょう一発目、えー、ヒプウ昨日の琉球トラウマナイトやかなりやばくて怖かったな トラウマががひらなななんだよな一番何が怖かったかって言ったらヒプーのでかい顔の大きさとネえネえの小顔の小ささがあまりにも差がありすぎて怖かったな「アビランけ若とーさ別に顔ちっちゃいよ」って言ってないしさ <laughs> さあアンサー B「何ちちはこれ沖縄の言い方ですねおこげのこと何ちち」って言いますけど「何ちちは白米や目玉焼きケビンベーコンぐらいなら食べるが郵送おじさんが」 肩に生えた毛を見せながら肉のおこげを食べたらすぐおじさんみたいに肩に毛が生えるよと言われて以来おこげはあんまり好まないなあの焦げの苦い成分が肩に毛を生やすのかな安静信じてるばこれ本当に今信じてるんだ俺も一本生えてるんだよな <laughs> あれ俺焦げ食べてるからかな <laughs> はいありがとうございますそうおじさんよ こんな小さい時こんなやったら本当にマジでよマジで大人ならまでずっと信じてる場合あるんだよな皆さんハイサイ極悪善人会15番目の男ですちんちろりんこんにちはアンケートはもちろんえ餃子炊き込みご飯わざと焦げさせるさ餃子かそうだなうまいさ豆腐チャンプルーなんか豆腐を先に炒めるから立派な焦げ色がつくさはっさ見た目も味も最高さ 焦げにもレベルはあると思うけど嫌いな人はいないんじゃないまさかこんなところで100%安件かや安心へまたいやそれは絶対ないです100%は絶対ない今まで1回もないんではいえ極悪全人会15番目のとこさんありがとうございます餃子か餃子絶対必要だね真っ白い餃子あんまり見たことないもんだって焼き餃子よ絶対必要だね 焦げ目目とといいうううかか焼きそうね豆腐チャンプルーも最初に豆腐やったらこの豆腐が真っーじゃなくてちょっとこの焦げ目っていうか色が茶色く色がつくんですよねそうあれうまいうまい、えー、ご安全ご安全チームにゃほにゃほ,にゃほ人が近嶋愛ですこんにちはさて今日のアンケートアルファの、A「全然 OK ぐ川かわ <laughs>、ね」これなんかこの言い方 <laughs> 食パンも焼きすぎの方が美味しいし 最近食べていないけど白米もお釜で炊いた時に出るおこげは死に最高して7人ライダーだけど残席あと13席しかないよ行く人みんな急げそれじゃヒプさん次は ATST を作るのでご安全ご安全あ何これ三浦がもう完成したから次の作品ってこと何ですかね ATST って、はい、人間近島さんありがとうございますはい。 えー、ナニナライダー残りの席13席ですので行きたいという方は是非お早めによろしくお願いしますはいそうっすねこの釜で炊いたご飯のこの端っこのみなあれデイジーうまいな香りも全然違うんですよねわかるうんはいありがとうございます俺もも食パンもちょっと 恥はカリカリの方が美味しいから、そうですね。ちょっと強めに焼きますね。ハローヒープさん、南部の帰国仕様です。こんにちは。アンサー A。あ、これか。ジューシーとか、お米のおこげは食べますが、他は食べません。おばあは大きな鉄鍋でジューシーを炊くので、その時のおこげがめちゃくちゃ美味しいです。おばあはおこげのことを何ちちって言うよね。安静。言うね。はい。 南部の帰国市場さんありがとうございますジューシーシそうそう白米もそうですけどジューシーのおこげもっとおいしいねわかるあなんかこのだしが出てるからだぞな多分なラジオネーム島上李ですこんにちはアンサー A 真っ黒のこげは食べないけど何チチくらいなら食べますジューシーの何チチ食べたことあるデージおいしいよねあるよ えー、私立病院近くの弁当屋のジューシーはたまに蘭乳が入っていてジューシー買う時は蘭乳入りから探して買っていますあとゴーヤーチャンプルーの蘭乳さて島上利は何回蘭乳って言ったでしょう <laughs> 数えてないよや何回言ったばして一、123456回 <laughs> どうね合ってる <laughs> うん いや、答えが返ってこないわよ。<laughs> 数えたとて、答えが返ってこないんだよな。<laughs> はい、じゃあコマーシャルです。はい。おこげ食べますか ?A がはい。B がいいえ。ツイッター見ても、あ、ダールそうそうっていうのがいっぱいあるな。えっとね、ブ二2 5さんはね、一番の大好物、グラタンの皿の残るおこげの縁。グラタンな端っこな はい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 そうか別にあれだな和食とは限らんな洋食もいっぱいあるなうんヒープさんデイさんみんなさんよろしくいいんですよ,よよいよよはいこんにちは僕の言い方がどんどんうまくなってきてるんだよなアンケート A です「娘たちは食べません贅沢しています」「小さい時から焦げに拒否感なく食べれます」 でも小さい時から焼き肉行ったらかんなじおばあが焦げを食べていました生は怖いから焦げてるぐらいがいいとのことでしたおばあは焦げがかりでした今は私が焦げがかりですよろしくいんでしたはい焦げワードいっぱいあるな焦げ推し焦げラブ焦げがかり <laughs> <laughs> あ,のあれなんでしょおばあたってこの 肉に火通ってないのがダメって思ってるからだよね多分ねそれよりは中熟通ってる方がまだいいっていう、うん、あとあれよねバーベキューもそうですけど焼肉とかもそうですけどなんか野菜がずっとあって焦げる時あるなターモトラン野菜焼くの難しいよねうまく焼けてる人いるあれ <laughs> 絶対焦げないなんか DG <laughs> 難しいよあれ <laughs> ヒープアストボルパン買いした藤子ちゃん達っちゃはいこんにちは だからよかかずの爆弾発言に爆笑したよ。アンサー食べるっちゃ。4人兄弟の3番目、次女なのに。なんかさ、小磯さんは長男だから食べそうにないよね。ほら、こんなってみんないじる、小磯さん。<laughs> <laughs> 一応、小磯さん、いじっていいよっていう許可あんま取ってないんですけど。<laughs> はい、ありがとうございます。いや、僕は逆だと思いますね。小磯さんはごちそうハンターなんで。 ここのこれ焼き魚はこれぐらい火が通っててうまいんだよとかこれパリパリして焦げがうまいんだよとかっていうのをすごいよく知っていそうな気がしますなんとなくはい絶対こういうのが焦げ食べる派だと思うよ美味しいのたくさん食べてるからうんこんにちはトグロを巻いて聞いているパイソン Z ですニョロニョロこんにちは本日のアンケートは B です幼い頃は末っ子のご難坊で パイソン家の秘蔵っ子と言われていたので食べさせてもらえませんでしたが今は程よい焦げは食べていますあのカリカリは癖になりますよねおー焦げ担当焦げがかりではなかったうん、あ,<ー>あんた末っ子のご難坊だから秘蔵っ子だよいいよ焦げは食べんけ焦げてないのか食べてって言われて今食べてるってことはどっかに転換期があったってことですね <laughs> <laughs> いや<よ>もういいよ これひぞっこじゃないもうこれこぎ食わせこれっていう転換期が <laughs> あったってことなんですね、うん、よく自分で「ひぞっこ」って言えたなと思って <laughs> <laughs> 全然「ひぞう」じゃないやしと思って皆さんこんにちはプルタブと言いますこんにちはアンケート B 何時は好んで食べないさ 焼きおにぎりとか焦げ目のあるものっていい香りはするけど誰かが食べてほしい食べるのはちょっと損した気分になってしまいますねあピタリ賞ありがとうございました中に入っているあのメッセージいいですねそんじゃまたありがとうはいプロタブさんあ嫌い嫌いまあ嫌いではない損した気分になるあそう。 そんではあんまり考えないですけど逆に得した気分になる時が多いかな俺なんかいやさっきのじゃジューシーとか弁当に入ってた時に何ちっちゃい入ってたらあ損したっていう気分になるんでしょうね多分ねあ俺ラッキーって思うかな多分こんにちは石垣島のジュリエンヌですこんにちちははアンサーはどちらかとというと B あそう。 食べないのは肉や魚の焦げ、絶対食べないのがめったに焦がすことはないけど。目玉焼きの焦げ、苦くてまずいです。好んで食べる焦げは。ビビンバ。ああ、これだったな。ご飯のお焦げも好き。パンも真っ黒でなければ食べちゃいます。うん。これ、じゃあ。い、え、い、え、やし。<laughs> <laughs> ジュレーヌさん。ええですよ。<laughs> はい。目玉焼きの焦げ。と肉や魚以外は。 もう好んで食べるビビンバご飯もパンも、うん、ああじゃあええし <laughs> <laughs> はいありがとうございますえじゃあレアで食べてるってことの肉ねうんピンクレモネードさんはい姉さんこんにちは息子が作ったなんちゃってパエリアおこげおいしくいただきますなんちゃってパエリアサラダティラミス塩せんべいカルピスお茶コーヒーあこれが今日のあれだ あはいはいはいご飯ねこのピンクさんねめちゃくちゃなんですよ組み合わせが <laughs> <laughs> まあサラダを渋さパエリアティラミス塩せんべい <laughs> どんなどんなお昼ごはんやか俺 <laughs> いっつもそうなんですよめちゃくちゃなんですよマジでワ,ワールドワイドマジで。 本日も聞いております、ラジオネームヌータロウです。こんにちは。こんにちは。本日のアンサー A です。秋ナスは嫁に食わすな。焦げはお前が食ってろと、ありがたい言葉をかけてもらい、日々成長しているヌータロウは、焦げの程度によりますが、焦げの香ばしさが好きです。子供の頃、母親に、焦げ食べたら体が炭になるよと、謎の病を持ち出され脅え、脅かされましたが、まあ確かに体に良さそうではありませんね。まあただ少量だし、真っ黒に焦げていなければ大丈夫だろうと思っています。 大学も歩いた経歴はもつ賢いイブさん、焦げ食べたら炭人間になるんですか。はい、えー。タイトルが一級品の便調査に俺はなる。なるほど。<laughs> えっと一日数キログラム以上食べたら体に良くないっていうデータはありますけどね。うん。これはもうスイカ食べたら芽が生えてくるよと同じぐらいの感じですではありますよね。お、う、お、ん、無野が炭人間理。<laughs> <laughs> えー、ラジオネームクリームソーダーさんヒープーさんリスナーさんこんにちはこんにちは早速アンサーへよほど真っ黒の炭状態は無理だけどお焦げ美味しいよねあと我が家で餃子が出る時普通焼き目の方を上にしてさ皿に盛るさたまに焼き目が見えない皿の盛り付けの時100%中熟焦がしたるそれじゃあ時間まで縛りようあそっかクリームソーダーさんありがとうございますそうっすね えー、フライパンの下になってる部分をひっくり返して更に入れるからこれ麗な焦げ目のところが上になりますけどたまに白い方が上になってる時があってその時は裏ひっくり返したら真っ黒になってるっていう <laughs> <laughs> 隠蔽工作ですね <laughs> なるほど <laughs> はいありがとうございます餃子のあれデージデージ美味しそうだよなこのひっくり返した時の裏な、うん、ちゃまちゃまさんこんにちは今日のアンサービ。 焦げたのを食べたら体に悪いって聞くからだいたい旦那が食べます <laughs> 悪いって聞いて旦那に壊すまや <laughs> 私が食べさせてるわけじゃないよ焦げたのをその辺に放置してたらいつの間にか旦那が食べてるだけ焦げがかりパート3さすが大黒柱なんかうまいこと引っかかってる気がするんだよな <laughs>、はい、ありがとうございますあと一個 <laughs> なんでこれ イーブさんこんにちは50代も楽しいさんのベストソーダですこんにちはアンサーはもちろん A 何だら餃子の焦げてる方が好き自分で焼く時もなるべく焦がすよお米の何ちちも美味しいよねっていうことではいえっと写真が添付されているんですがあのまあ都合上白黒でプリントをウされてるんですよこれ一体何ですか餃子、ね、こ,れこれ餃子なのこれ <laughs> あいや白黒で見たら全然わからんな。 あ、そう。あ、まあ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 焦がしてますね、これね。はい、コマーシャルです。はい。焦げ食べますかっていうツイッターで何人か書いてるまだ出てないやつがあるんですよ。わかります？ちょっと焦げたっていうかカリッとした方がおいしいやつ。ポーク、スポークね。あれもね分かれるんだよな。しっとりっていうかちょっと生っぽいのがいい人と薄く切 でカリッカリがいい人がいるんですよねあーぽくな皆さんこんにちはハッサモマンザモですこんにちはひーちゃんあれ演技わざとそんでもって今日のアンケートえってばハッサモー家はコンロのグリルをよく使うトーストが焦げた後バター塗ったらわからんよって読みに行ったらバカじゃないと 次の日唐揚げが焦げてちっちゃくなってるのを見て一応これは食べていいけどあんたグリルの使い方勉強した方がいいようにまで習ってきたらいいばひーちゃん嫁ってかわいいねじゃあ門限まで頑張ってねはいはさま万左衛門さんありがとうございます、えー、トーストが焦げた後とバター塗ったら分かるわかるよや <laughs> <laughs> 奥様に一票 <laughs> 分かるでしょ えー、こんにちは。チーム運びは四軸定食愛好家です。こんにちは。アンケート OA です。さすがに真っ黒なところは軽く落とせるのは落としますけどスーポークは8ミリぐらいの厚さに切って表面はカリ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 の焦げる寸前まで焼いて食べます。はい。四軸定食愛好家さん。死にこだわってるな。8ミリ ?1 セン1センチでは大きいのかで5ミリでは薄いんか何 ノギスで測ってろこの試合挟んでからね <laughs> デジタルノギスで工業製品みたいな一個ずつこれ挟んでから8ミリはい八ミリはい八ミリつってね <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> こだわりがあるな <laughs> はいじゃあコマーシャルです そうだそうだラジオネーム兵庫から那覇恵さんからあのお土産いただきましたありがとうございますなんかすいませんもういつもね番組にも参加していただいてありがとうございますえー、っとツイッターで <laughs> 川崎の紫恩さんがカリカリに焼くと聞いて思い出すのはヒープーさんが言った「鋭角に切ってカリカリに焼いたポークは危険」っていう苦がに言葉だな手裏剣と一緒ですよ。<laughs> あの薄く切ってかららカカリカリにににいいたたざっていう時時これも敵が来た時にピッ ね、できるだけカリカリに焼いてくださいね。<laughs> 食べ物を投げるな。<laughs> 本当によ。<laughs> えー、皆さん息子はマユ命です。優しくお願いします。こんにちは。今日は朝から曇りの天気です。アンサー A です。子供の頃は炊飯ジャーがないときは釜で炊いたご飯の底の焦げは食べていましたね。 眉毛さん炊飯器ジャーって書いてるんだよな <laughs> になって焦げがないから久しぶりに食べたいです炊飯ジャーだよね炊飯器もしくは炊飯ジャーねはいありがとうございますこれ多分もう知らない世代が多いんじゃないこの釜で炊いたご飯の美味しさってたまにあのキャンプとかで飯ごかあれねあれで炊くとまた美味しいさねだもう今はこれから先はあれでしかも体験できないんでしょうねこのね火で炊いたご飯っていうかねうん えー、昨日のヒープーさんは司会というよりは俳優さんだったねトレンド入りもおめでとうございますゆいですこんにちは昨日琉球トラウマナイトだったんですよだ琉球トラウマナイトっていうワードがトレンド入りしてたんですけどなんでか知らんけどヒープーさんっていうのもトレンド入りしてるよって誰かが書いてたんですよなんであれ <laughs>、えー、普通に食べますのアンサー A お米のおこげだけでじゃなくてお魚やお肉のおこげや炙りもしに美味しいそもそも火を通すなら通せレアだったら生で良くないっていう感じなので多少焦げてるぐらいが上等チーズが少し焦げてグツグツした感じのピザやグラタンも食欲そそるさお昼何食べよっかな焦げたらあかんやつは野菜と果物とデザートじゃないじゃあ一夫さんお腹空すかせながら番組頑張ってそうだねそうだねはいゆいさんありがとうございます 焦げていい野菜あんまないですね確かにねあや焼き芋ぐらいか焼き芋はちょっと焦げても美味しいかなそうだね、はいはいはい、ハイサイヒープーさん元輸人中ですこんにちはアンサー A 焦げは美味しいよいっぱいあるけど焦がさないと美味しくないのはもんじゃ焼きあれは小さいヘラみたいなのでちょっと取ってもんじゃをヘラで抑えて焦がして食べるさあね焦がしたら甘みが増して美味しいよね はいい元ユニチューさんありがとうございます1回か2回ぐらいしか僕食べたことないんですけどあのヘラちっちゃすぎないと思ってみんなこれで撮ってんのかなと思ってそれだけ思いました、はい <laughs> はい、続いては沖縄方面のおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞ。 はい1時になりました T ーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますはいババンのコーナー、えー、ラジオネームサマンサ2号さんのバスの運転手さんにバ,バンうん博多から天神向けにバス乗ってるけどすさささささくださいってささくようにアナウンス肝心なとこ聞こえない 地元民は分かっててもよそ者には何言ってるか分からんないのやん。はい、これ何を伝えたかったのかな。すさあさささください。くださくださ <laughs> ええー。<laughs> 予想もできないけどこれ何が言いたかったのかな。降りると気をつけてくださいみたいなことかな。うん、はい。さあ、えー、本日のアンケート。おこげも食べますか。A はい美味しいよ。B いいえあまり食べない。 さあそして昼ボケ農大タンカー遊泳に必要な道具を準備しましょうはい懸命に昼ボケと忘れずに、えー、メールで参加する方はヒップアットマーク r 沖縄 .co.jp 電話がですね098869-8640はいファックスが0 9 8 869-2202となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよはいでは皆さんのお誕生日をですね晩組化してからにお祝いしますよえー、来たラジオネーム亀仙人ですよヒープさんこんにちはこんにちは今日は私めの68歳の誕生日でござる亀仙人さん68歳なんすか全然見えないですね若いっすね この一年間もヒープーさんにうんを入婚させてもらい、元気で邁進していきます。はい。今日のアンケートの対応もおこげとなりました A です。何乳があるゆえにうまいと言える生涯現役リスナーになることを誓います。はい。亀仙人さん、68歳の誕生日おめでとうございます。もう健康第一でね、ずっとずっとリスナーでいてほしいなと思ってますよ。お願いします。はい。ご無沙汰してます、モスキートです。おお、モスキートさん。 今日は私の55回目の生まれ日でした忘れてましたこれから1年病気を治して番組にもどんどん参加していきたいと思いますヒープさん肉も食べられるようになりましたよよかったねもモスキートさん頑張ってますよ本当に俺本当に応援してますからねあの僕の車のポラモデルも作ってくれたんですよモスキートさんありがとうはい55歳のお誕生日おめでとうございます応援してます頑張りましょう イタイヒップさん、皆さん、ラジオ、聴きの皆さん、こんにちは。ヤンバル福木並木から、リリリスマイルリンダです。はい、こんにちは。誕生日コナーへお邪魔します。今日4月26日は森和子さんと、いそうなんですね。亀仙人さんの誕生日です。おめでとうございます。ヒップさん、スペシャル、ウー、よろしくお願いします。今日もスマイルで頑張るんば。森和子さんもお誕生日なんですね。おめでとうございます、もう。はい。 ガナさんからも来ておりますよヒップー中や糸満の亀仙人さんと永遠の38歳ヒージャの泣き真似をしたら右に出る者いない森和晃姉さんの生まれ日になっているから例の一ついたしくということではい小川川さんからも来ておりますね永遠の38歳って言ってるんですねいいですね<笑>,笑う角にスポットライトさんたまにしか顔出さないけど私今日無事に誕生日を迎えましたってのこれごめんなさい昨日来てたんですよスポットライトさんごめんなさい ちょっと昨日タイミング悪くて読めなかったんで今日やりますね。はい。えーヒープーさんよりシーラですって書いてますね。やんばるまで届く運をお願いします。はい。笑う角にスポットライトさん4月25日お誕生日ですね。昨日ですね。おめでとうございます。はい、では、えー、4月26日そして25日の方もいらっしゃいましたお誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。はい。ハッピーバースデーほう お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデージ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ、はい、さあ曲の後はゲスト便秘登場しますのでお楽しみにはいでは一曲ラジオネームひふみさんからのリクエスト「荒城真一でち乳武士入りました さあティーサージパラダイス順調にお届けしておりますがこの時間はスタジオに便秘に来てますこんにちはこんにちは便秘ですよろしくお願いしますお願いしますお願いしますはいもう前来た時も言いましたけど何何の宣伝しに来たのいやいやいやヤラスケベやちょっと今日は僕朝喋ってたやつが前来てた朝のあいつと夕方の僕で挟んでたんですけどそう朝のあいつがもういなくなってるわいなくなってる変な朝よましゅりのすけがもう三年中状態ではないんだあ、年中ですねあ、まあまあ 上に乗ってる状態だね、じゃあそうですよ、僕の上に今残ってる状態で。お願いします。いいよ、これいいよ、これ。どうしました。いや、今日はですね。あの、実は。JTA で行く、オリジンお笑いライブイン大阪ということで。はい。大阪でライブをさせていただきます。すごい。ありがとうございます。もう、いよいよもう、何日でもライブやるようになってるからね。すごいよね。ヒップさんが立ち上げた。このオリジンコーポレーションが。いや、もう、こんなになるわけですね。そうなんですよ。すごいっすね。あの、ジェーで行くシリーズ。 一が発目でしたかね過去東京福岡石垣やってまして今回いよいよお笑いの本場といいますか大阪でやっちゃおうということなんですよ。まいうことなんですよ。5月の13日なんですけど道頓堀ザザハウスっていうもう当にあに食い倒れ人形のビルって言いましたかね。もでやるんですけど今回は。 え初めてオリジン外からゲストをお迎えしまして、うん、いやこれスーパースペシャルゲストでい、うん、そうなんですよまずオリジンからまあ僕と新、はい、スケ、うん、ノーブレーキ、うん、そしてえ先ほどもお話しされてましたけどもケイジャージさんねはいケイジャーはいと外部といいますか、はい、エンターサポートから有リキャさんのお二人が「あいえなお日かサンデー」でおなじみ これなかなかないっすよ。ですよね。沖縄でももうお二人の舞台そんなに頻繁にはやってないと思うので、なかなかお笑いのライブでユーリキア見るっていうのはないっすよね、はい。そうなんですよ。はい、このメンバーでやっちゃおうということになってるんですね。すごい。ええー、僕ら日本ずつネタやって、本当に。はい、でユーリキヤさんはまとめて10分だか15分だかドーンで、やってもらうって形になるんですけど。うわ。ああああああライブももちろんなんですけど、はい。今回あのー、ま人数限定で。 打ち上げも僕らの打ち上げで一緒に皆さん盛り上がりましょうということであ打ち上げも一に行くわけそうなんですよ、うんはい、30席でしたかね、まあ、限定なんですけど、うん、なんとこれが残りあと56枚打ち上げ付きのやつが、えー、打ち上げも大事人気がしえやそうなんですよ<ー>逆に言うと今打ち上げ付きしか売れてないんじゃないかなぐ <laughs> らい感じで全体としてはまだあんまごめんなさい正直ガランガランの状態なんですけどあの沖縄からの ツアーも出てましてそうかそうですね JTAD 来るのですねでこれツアー内容としてはチケットもちろんお笑いライブのチケット料金往復航空券ホテルの宿泊代から打ち上げの参加費そしてライブ翌日5月14日日曜日の「大阪城観光我々と行きましょう」というあっいえな僕と新十景はもう決まってるのかなあと何組か飛行機時間合えばうん 一緒に大阪城行こうということで、これ石垣の時もやったんですよ。はいはいはい。でもうあの打ち上げの翌日でもあるんでもう我々のテンションもまた旅行テンションと酔いが残ったテンションと最高です。いいねいいねなかなか見ることできないテンションですね。なかなかないテンションで一緒に大阪城歩きましょうと。僕も大阪城初めてなので。ああ俺行ったことないな。ないんですよ僕も。はい。まあ大阪基本的に僕多分沖縄県外で一番好きな日本で言うと。はい。 ところなので、あすみません今あのグローバルな感じ出してしまってすみません。いや世界で言うと他にも好きなところそんなにグローバルでもなかったよ。特異っちゃってすみません。日本で言うとっていっちゃった今。全然大丈夫です。まあ僕のテンションもそもそもあの高まってるところなんですけど。いやいいな。そうなんですよ。これであのちょっと。 料金が流動的なんですよ航空るほどはい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 ただこれ正直僕最初見てた時よりだいぶ値段上がってきてるのでお早めにっていうところではありますねそうだよね早めに取ったら航空チケット安くいいもんねそうなんですよああそうだねなのでちょっと料金はこれ申し上げられないんですが沖だからまあ今ラジオ聞いてる県内の方でオリジンの芸人としかも有力屋と一緒にんかもう旅行気分で行ってねライブを見て大阪 もう観光してお酒もいっぱい飲んでっていうのをやりたいなという人はもうぜひご連絡くださいっていう打ち上げがまたすぐ近くのたこ焼き屋らしくってあいいねそうなの大阪間満載でやりますので,で逆にまた、はい、ラジオラジコで聞いている関西近郊の方はライブに来てくださいってことですよねうん、うんはい、そういうことですはい、はい、あのライブのみのチケットが3500円で,、うん、でこちら沖縄土産ついてるんですよあら また嬉しいこれいろいろありましてスポンサーさんからいろいろ出していただくんですけど JTA、うん、ああさんのモデルプレーンとか。あいいね これもこれも値段言えないんですけど、ネットで見たらまあまあ高いんですよ。飛行機好きなの人たまらなんですよ。見たけど上等だった。本当しっかり。そうそう氷結の高いしっかりしてますし、そういったお土産付きで三千五百円。で、沖縄県外のこのツアーじゃない方も打ち上げ付きチケットありまして、ライブお笑いライブのチケットと打ち上げ参加引込のチケットが八千。ですね。これもまあしかし残り五六席五六枚ですよということですので。ぜひ早めにね。 いただきたたいいージてる関西近郊の方くさんいらっしゃいますのでぜひ足を運んでほしいですね切っていただきたいまあ珠玉のネタをもちろん持っていきますのでそうですね沖縄っぽいのからそうじゃないのまでさっきも言いましたけどこのリキアがオーライライブでネタやるっていうのもなかなかレアなケースですしもっと言ったら「 ケージジャーーがなかなかうるましいから出たがらないじゃないですかいいあれおうちに帰らんといけんって、はい、おうちが眠りやすい <laughs> なんですって <laughs> だからなかなかいかんばいはいはいそうですね。我々芸人としてはケージャージさんと飲めるっていうのもねそうそう,そうデジレアだよ。そう嬉しいんですよ、うん、でラジオ気になリスナーの方々はケージャージさんのしゃべりを聞いたことあるけどネタ見たことないんだよなっていう方も多いと思うんですけど、はい、かなりぶっ飛んでますんでええ

設定のやつでしんとすけももちろん今年の「オーワングランプリ」チャンピオンそうで「すノーブレーキ」はまあよく言われる業界受けナンバーワンぐらいの無観の帝王というね言われ方をしてますけどのメンバーとゆりきゃさんも言わずもがなですからいや素晴らしい組み合わせですねそう内容も絶対面白いですどうですか一応ほらなんか わ笑いの本場というか言われてる大阪で緊張しますよね,ね今までのうう、ね、とはやっぱりちょっと今の時点での僕の気持ちが、はい、違うんですよ東京福岡、うん、まあ石垣馬ももちろんなんですけど沖縄好きの方というかリスナーさんも多くも来る感覚があったんですよ、ねはい、ただ今回もしかしたらね沖縄 なやとなめとんかこれ、おうおうどんな便利か見せてもらおうやないかやみたいな。<laughs> 合ってるこれ。いやほかんないですけど。<laughs> どんなもんやねん。はいはい。お笑い好きな人が第一回見てみようやさってくる可能性があると。はい、うもう本当にピックリとも動かないで舞台をずっと凝視してる人とか。<laughs> いや今こんな。 昔はいたけど今こっちにいるかもうちょっとウェルカムじゃないっていうようなちょっと怖さは若干ありますけどねまあでも本当に自信のネタを持っていきますのでそこはそういう人でも笑わしてやろうっていうまあやっぱね沖縄のこのんていう風を持っていくというかその言葉だったりとかね雰囲気だったりネタもそうですけどゆ城きやったらおじいおばあとかのねネタやってくれるのかな沖縄の風がね あっちの服っていうのがいいですよね。はい、だから BGM なんかもまあ沖縄っぽいのも,もちろん用意していて、あ,はい、あの会場中はまあ沖縄の空気に、はい、しちゃおうかなと思ってますんで。めちゃくちゃいいこれ。うん、いや本当に楽しいと思いますよ。いいな、青 MC とかできたいなこんなの。そうなんですよ。これこれ僕も金曜日。うんうん まあちょっと前まで金曜日夕方からお仕事があったのでこういった JTA で行くシリーズが当日土曜日入りだったんですけど今回金曜日空いてますので前乗り朝の便で行って「USJ 行こうかな」と思ってごめんなさい個人的な個人的なテン <laughs> <や>ション上げ上げポイント<あ>、はい、USJ で便利を探せ <laughs> ぜひあの前日皆さん金曜日いますので。 はい、知らんし <laughs> 僕ディズニーが大好きなんですよああ、ね、で USJ 初めてだからもう,ああうテンションやここはやばいしすね <laughs> 知らんかったわで夕方ぐらいから飲んで早めに寝てだいぶストライキを行って <laughs> 知らんしだから <laughs> 僕の、ね、一応金曜日のスケジュールあ,あそう、はい、よかったねもう楽しみなんですよこういうのが <laughs> 非常にあじゃあ、まあうん、定時マックスでネタができるってことですね。はい、ということで、はい、じゃあ、うん、もう一回じゃ日付と、はいえー、連絡先お願いします。5月13日土曜日会場が午後5時半。 うん、スタートが午後六時のライブスタートで、はい、道頓堀ザ・ザ・ハウスという会場で行われます。はいえー、お問い合わせは、オリジン・コーポレーション、我々の事務所ですね。電話番号零九八八六六の六一一八、八六六の六一一八。覚え方は？ ハロロイはいはいええやらせていただいております。余計分かりにくい。ローロ数が分かりにくいじゃ六が多い気がするよ。六めっちゃ多いよ。はい。八六六の六一八です。はい。というこお待ちしてます。あの三パターンありますからね。一つは県内から一緒に芸人と飛行機乗って旅行行こうぜっていうパターンと、で現地で現地の方がライブ見に行こうぜっていうパターンと、現地の方が 打ち上げもも参加しようううぜっていうパターンありますので、うんどうあの個人スポンサーも募集してまして個人スポンサーの方は会場行けないんだけどっていう皆さんに、はいえー、一口5,500円で「沖縄土産と」と、うん、ライブの最後に流れるエンドロールに名前を記載<ろ>そして、えー、後日このライブを録画したものが見られるうー視聴 URL をお送りしてライブ自体をネットで見られるような。あ じゃあラジオ聞いてて例えば「いや北海道だからちょっと今回いけんな」っていう人でも応援はできて後々 URL で見れるっていう形になってますぜひこちらもお問い合わせいただければと思いますお願いいたしますメール来てますよありがとうございますええーーさんという方から「ベンビーさん」「ベンビーさんの笑い声が大好きです」「あら旦那よりはいはい」「い最高」 レゴでした。USJ ですか。すごい USJ が好きだったって全然。いや、まあ行ったことないのでディズニーが好きで。ああああ。はい。USJ もう絶対面白いだろうっていう。全然ディズニーのイメージなかったけど。一回一緒に行ったじゃないですか。僕は行ったけたの覚えてません。そんなにテンション上がったっけ。いや、僕あそっか外には出ないかもしれないですね。あでもなもううちなるかは。だいぶワクワクしてました。あ、そう。USJ 楽しみです。 新たに一名です。<laughs> は,いはい、はい、ということで。はい、皆さん、ぜひね、あの県内の方も、はい、そしてラジコ聞いてる県外の方も、ぜひ、足を運んでみてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、あっという間にお時間なんですが。はい 一言じゃあラジオ聞いてる、えー、県内、県外の皆さんに。はい、はいえー。ぜひ、まあ、あの、打ち上げ付きチケット自体あと5、6枚ではあるんですけど、はい、打ち上げも行かれる方は一緒に、えー、盛り上がりましょう。絶対楽しい。しはい。ライブだけの方も、ライブだけでももちろんもう十分楽しいコンテンツ今準備してますので、うんえー、ぜひ、えー、県内外、えー、あちらこちらから遊びに来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、さあ、じゃあお別れの曲はなんとですね。はい。 歌も歌ってるんですよ、ベンビーは。僕はシンガーソングかかんの。寝入りにねったるな、これ。シンガーソングかかんの。シンガーソングかかんの。ああ、そうか、そうか、ふみふみ名義でこれでやってるんですけど。なるほど。作ってもらった、僕のまあ、反省と言いますか。はい。あ、これまでの歩みを歌にしてもらった。めちゃくちゃいい歌ですよ。聞いていただきたいと思います。ベンビーとふみふみで。 笑い時ははいこの時間のゲストは便利でしたありがとうございました何食わぬ顔で何かとできる方で人より少し 目立つのが好きなだけなのにどこで油を売ってんだなのにどこで油をかいてんだ4人 「ことばかりじゃなかったなパンチのあの姿はどっちの記憶遠くの国ににうすぎのサンタがいてだな」 何でもありの「この世界に決まりなんてないのさ」「大好物は今日から」「セミセミセミ」「黒の数だけ刻まれた」 ねじりと頬のそのしわを笑いじわで隠してあげると秘めたのさおい ベンビーと『ふみふみで『笑いじわ』という曲をねラジオから浴び出しましたけどねいい曲ですよね。あすごい。多彩ですね。ベンビーは本当にね。演技もうまいし。うん、はいさあ皆さん5月13日はですね、えー、大阪道頓堀ザザハウスにてオリジンお笑いライブ JTA で行くオリジンお笑いライブイン i n 大阪がありますのでぜひ参加してみてくださいよろしくお願いします。さあじゃあ後継の話ね。 <laughs> なんで笑う<笑>やんどおこげの話うずってやってんだよ2時間だよやあんたが考えたんだよ<笑><笑>皆さんこんにちは前か後ろかいや右からビンタ太郎ですはいこんにちはいいですねしてしてアンサー A 米も焼肉も焼き魚も焦げ目がたまらないですわざとおこげ作りますよ焼肉も他人のタイミングでさらに乗せられるのは許せません 舞い焦げ目のタイミングで食べたいです義理の父がお肉半生派なのでどんどん柔らかい肉をさらに乗せてくるんですよ何度言っても乗せてくるもう軽い焼肉ハラスメントですよではでは皆さんまた野菜、はい、いいですねタイトル焼肉の網はマイエリアと孫択のエリアが欲しい <laughs> 孫択エリア <laughs> <laughs> こっち自分のところあっちはもう色々いろいろ相手に合わせるところねうん焼肉ハラスメント初めて聞いたなもう何でもハラスメントだからね今なうんはい玉輝郎さんヒープさんこんにちはこんにちはさてアンケート B 焦げたのは食べませんね焼き魚の皮は焦げる寸前ぐらいが美味しいですけどねあと気をつけないとすぐ焦げてしまうのがカレーヒープさんが作るのに飽きてしまったカレーです 熱を加えるときにかけ混ぜていないとすぐ焦げるんですよねそれで味が苦くなってショックだったっていうことがしょっちゅうありますよヒープーさんカレー焦がしたことありますではではあるおあるおだいたい焦げは美味しいですけどこれはダメねカレーの焦げはダメはいあんなの難しいよね火通すのずっと混ぜてないと焦げるんすよな僕みたいな人向いてますよね 僕はあの洗濯機チャーミー一機できる人なんですよ。だから鍋につきっきりっていう。はい。向いてると思います。スタバあれは。そろそろカレー作ろうかなとまた思ってますよ。うん。まあ、まだまだまだ飽きてないよ。大丈夫。<laughs> こんにちは。ラジオネームリハビリスイーチョーリ氏と申します。こんにちは。アンケートマイアンサー A. です。焦げが料理になっている代表的な中華のお焦げ料理とか。 ご飯を炊いた時のな南乳は美味しいから食べます料理を失敗して焦がしてしまった焦げは料理人としてわかるから避けて残しますえーなんだってこれ木の実なんだったこれ竹の子の,この <laughs> なんで竹の子苦手やんばい。<laughs> あんまそうそう食べる見ないですよね感じね竹の子の皮ごと丸焦げにして中身だけ食べる料理もあるから避けて食べる時の焦げは食べません 絶対覚えようっさ、タケノコ。タケノシュンって書くんだな。<laughs> よし、はい。いやビレースイ調理さん、さすが料理人ですね。うん、わざとやってるおこげ。まあいいけど失敗したおこげはちょっと違うなと。<laughs> ああ、まあさすが料理人ですねこれね。はい。はい。えー？はい、焦げ焦げ。<laughs> やっぱし、ジムカーナのケンブロック並みにカレーを極めよう、パーナ。素晴らしい、イップさん。やっぱし、バ原町からやっとこ三分の二レベルまで奥様の引っ越しが今日終わるチックな。This is Royal's He Hearts. 発作して、アンサー者にトリプル A。結構食べ回すにいい状態よ。 ハッサヒープーさんやっぱしローヤル的にも本日も結構焼きすぎたクロワッサンを朝からヒーハーと SDGs チックに食べながらもメッサ魚や串物やベーコンやヒーハーバーベキューで焼いたものが軽く焦げた瞬間よアギジャビオナーベーラハッサカリカリヒーハーと食べながらもお焦げとその焼いた物体の味わいのヒーハーコラボレーションを楽しみマクラーレン状態よデュアッツ ハッサヒープさんやっぱしバーベキューデーの焼きそばの時にちむいぐらいに端っこに行った焦げすぎた香るなものをラストにカリカリヒーハーと食べますみロドリゲスそれでは今日も焦げ焦げヒーハーチックにヒーハーパワー全開でパチナい盛り上がっていこうやっぱし軽く焦げたメロンパンのカリカリは食べたら止まらんボルギーニ状態よっしゃ <laughs> えディスイズロイヤルさんありがとうございますはいえー、杉田かおるさんですね はい、印象残ったのは杉田薫さんです <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> ああグロワッサンねグロワッサンねはいはいカリッカリのやつなうんあれもう,うまいなあれもよちょっとよちょっと黒くなるぐらいだったらよちょっとよだって全然食いますね俺カリカリが好きだからうんはいメロンパンね もしかしていろいろあれかメロンパン食うときもなんだトースターみたいの入れて一回火通してる。はい。丁寧な食べ方してるね。そうなんですよ。あれ多分ね、普通に食ったら常温で食ったらこうしっとっとしてるし,してますけどしっとりしてますけど多分一回一回一回って一回火 <laughs> 通したらあのカリってなるんですよ絶対。うん、こんにちは。温中月中民中です。ああいいですね。これやった方がいいですよ。はいこんにちは。 今日のアンケートは食べますよ物によっては焦げが美味しいですチーズや石焼きビビンバの端っことかいいですよねあ、でも家族で焼肉に行ってミスって焦げてしまった肉でも私はいけますもはや炭でももったいないっつって食べますよちなみに沖縄に来て島豆腐を始めて食べた時はなんでこんな焦げた味がするんだと思いましたあれなんであんな風味なんですかね食べられますけどちょっと匂いが気になりますではではこの後も仕事しながら聞いてますね えー、私の肌は沖縄に来て焦げましたって書いてますねちゅうさんありがとうございます島豆腐はよこれが美味しいわけよいやーほんとね皮が美味しい皮外側あ,、はい、ありがとうございますこれも島豆腐ってこれあれか要はあのパッチンナイっていう豆腐じゃなくて普通の島豆腐ってことかあれ多分この炊いた時の炭の香りがするってことだよね俺あれ大好きだわけよ このキブシカジャーというか煙の香りっていうか俺大好きなんですよあれはいあれ美味しくないですかねえ俺大好きあれ皆様こんにちは三丁目二丁目一丁上がりです <laughs> みんなこのリズムで来るな <laughs> 本日もよろしくお願いします、えー、そういえば子供の頃なぜかテレビで盛んに流していたんですが食パンに醤油をハケで乗ってトーストすると美味しいというのを見てえ 自分で試してみたらやたららや美味しかったたことを思い出しましまわずかに焦げる程度の焼き具合がパンは中身ふっくら醤油の香りが香ばしく何度も作りました今ならただの貧乏飯のレシピみたいですが現在もやってるといいますかね昭和40年代頃の話です知ってますこれ醤油パンに俺初めて聞いたでも絶対うまいと思うこれ絶対うまいと思う だって醤油ってちょっとね最後に野菜炒めとか作っても最後ちょっとわざと焦がすってちょっと垂らしてからこの風味付けでやったりするさ絶対うまい俺何回かやってたのは流行ってたのはトーストに、えー、とバターもしくはマーガリン塗って上から砂糖かけるやつあれもめっちゃ美味しいのかる、うん、そうなんですよあと一個 野良犬す,すこんにちは今日のアンケートは B になるのかなでもご飯のおこげは好きですねえー、名古屋のエンダーすぎてパチンコ屋の裏手にある弁当屋がジューシーおにぎりのおこげ付きをわざと売ってるわけさあれ死のおいしいよでもさ料理とかのおこげは箸で切って捨てますよ餃子の皮にもたまにこげついてるのあるさあれもちぎって捨ててますなんかよこげはよがん細胞の好物とか聞いたことがあるからさこげはいいよ捨てても食べ物の神様から罰は与えられないでしょ おかしいなジューシーは焦げ付き買ってるけどな <laughs> 物によってこんなに違うんだなら対応が <laughs> ジューシーの動きはいいばって思うんですけどあ、わざと売ってるえーあ、いやこれマニアがいくな絶対なはい、じゃあコマーシャルですもうちょこちょいな妻だけどちょっと短気な彼だけど出会えてよかったほー、い、え、い、ー、感じスマ選びは 出会いが大切管理個数県内企業ナンバーワンアパマンショップの住まい爽やか暮らしヒーヒーヒーチューブ高さん新車はシュターク新車はシターク,新車,ターク新車を買うならシュタークへ小さな凹みから大きな修理まで板金塗装ならシュタークへタイヤが安い専門店で安心安いタイヤを買うならシュタークへ車のことならすべてを任せシュタークただいま周年祭公表開催中 琉球新報のニュースを音声で聞くポッドキャスト琉球新報ラジオ部沖縄のニュースをわかりやすく記者が解説琉球新報がもっと身近にキングスブースターの見どころや魅力を語るコーナーもあります台湾出身の記者によるプチ中国語講座もあります詳しくはラジオ沖縄のホームページを検索ティーサージパラダイス B 面この放送は住まい爽やか暮らし生き生き中部公さん 新車中古車カー用品の専門店シュターク沖縄スイミングスクールグループのガルフスポーツクラブローソン沖縄お車の買取廃車のことなら株式会社片付け屋ゆうちゃんちんみシリーズでおなじみの株式会社ハルト以上各社の提供でお送りしました。 ショはティーサージパラダイスメールはヒップアットマーク r 沖縄ドットシーオードット jp までゆたしく。ツイッター何件かね焦げすぎた香るって書いてますね。はや <laughs> <laughs> らんよ絶対はやらん。うん女のは流行らさないもん大変もこな。<laughs> えー 皆さんんお疲れ様でですす信者のシャバドゥンですこんにちは早速ですが今日のアンケート行動は A 気持ちは B 俺さ基本的には出された食べ物は残さずに食べるから焦げていても食べるけど本当は好きじゃないほら釜で炊いたご飯のお焦げがいいんだよねっていう人いるさ焼きおにぎりもそうなんだけどあれって食べてたら奥歯にたっこ割らないそれが俺苦手ってばはいシャバドゥンさんありがとうございます。 うん、まあ確かにちょっとくっつきやすいではありますかねもうちょいパリッとしたやつあるよもうちょっとパリッとしたやつ多分くっついてるやつはちょっとあの飴玉状みたいになってる多分ねもうちょいパリッとしたやつもっとうまいですようんはいありがとうございますあとはもう香りですよねうんこのご飯についてるこの焦げた香りっていうか皆さんこんにちはりんごですひーぶさん今日はちょっぴり肌寒いですねだからね 本日のアンケート美化係の B で食べません米を炊く時たまに土鍋で炊く土鍋で炊いたご飯美おいしいよねおいしいねえ鍋底の何ちちよ家族はおいしいって言うけど私は食べません硬いし少し苦いしそれに歯が欠けそうだし危ない食べ物ですして高校生の頃何ちちっていうあだ名の先生がいたジーグルでちょっと陰見不理科の先生だったはず今思うとひどすぎ反省です 子供があだ名つけるセンスは残酷です。はい、陰険というのは暗くて意地悪そうな感じ。うん、はい、えー、そうですよね、あだ名残酷ですよね。今考えたらね、コンプライアンスに茶化がいいですよね、本当にね。うん、でもこれ沖縄あるあるだと思うよ。なんか、あんまり珍しくないジーグルの人になんちちっていうのは結構あるあるかなと思いますけどね。終わったやー。 高三の時の担任のあだ名あだだだーとあだだだあの注意する必ず頭にあだだだってつくないあだだだお前たちはってかつくんですよだからあだだだーなんですどっちがひどいですかヒブさんお疲れ様ですハンちゃんでしたはいこんにちは元気ですかね今日のアンサー A ステーキ頼むときは基本ウェルダンなおいだ 焼肉なんかも焦げ目のついたちょっとカリカリしてた方が好きっすねカカリカリベーコンとかもう最高目玉焼きの縁がカリカリしたところなんかもいいよねこんなオイラだけにビキニの日焼け跡がくっきりとした女の子のかっこいいか自粛ではまた、うん、よかったカットされる前に自粛してくれて <laughs> はいはんちゃんありがとうございますえー、皆さん知ってますこれ肉の焼き方まあレアミディアムウェルダンぐらいまで知ってますよねレアの前わかります レアが一番生だと思ってます。ローっていうのがあるみたいですよ。ローウェルダンがさ1番焼いてると思います。ベリーウェルダンっていうのがあるみたいです。うん、マックス多分焦げだよ。最後焦げ。<laughs> <laughs> 焦げ。こんにちは。私の鎖骨はどこですか？鎖骨捜索中です。こんにちは。アンサー b。なんちちは食べない。絶対に食べない。最近の炊飯器は上等だから何乳ちちってできなくない。あ、餃子の焦げは大好き。だっちゃ。 今の炊飯器は絶対できないでしょ、うん、昔のはできよったよ炊飯器だけど、うん、薄く茶色になってたよ下の方うんあのつかむところが黒くて蓋がなんかステンみたいなやつでボディーが白に花とかが書いてあるやつね炊飯器懐かしい <laughs> こんにちは超猫アピーですはいこんにちは アンケートの回答、A、ですね焦げに限度があるとは思いますが例えば餃子などはある程度焦がしてカリカリにする方が自分は好きなので適度にというのも変ですが焦げは食べますあこういう方いっぱいいらっしゃいますよわざと美味しくするためにつけてる焦げねうん大事いや本当に大事焼きギョーザはやっぱ焦げというか焼き目はもう必須でしょうねうんはい えー、食い込み罰金500さんハイサイヒープーさんはいこんにちはアンサー A「餃子やジューシーとかの焦げおいしいですねヤシがバーベキューの時に下手くそが焼いた焦げた焼きそば嫌だ兄は最後まで鉄板の端っこで待機させられてますよねんじゃ、はい、さっきローヤルも帰ってたんだよなだ誰も食べなくなった焦げた焼きそばこっちこっちの方にいるのなんかもう。 枝かやっていう感じになってやつもなんか枝みたいになってるも硬くなってはいでは一曲ラジオネームリク海空さんからのリクエスト三浦大地で片隅入りましたティーサージパラダイス昼にボケとこはいやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストーゲリスト決めますよとはいお題 タンカー遊泳に必要な道具準備しましょう。何がいいですか。どうしますか。はい。いきます。えー、本日一発目ラジオネームクラッチカーゴカガシラさんの、えー、タンカー遊泳に必要な道具を準備しよう。<music> 何かの剣。ああ、はいはい。剣ね？ねあ。分からんこれあ。後ろの山に落ちててからよ。<laughs> これマーガラに刺したらいやーなんかなるぜっていうやつね、うん、<laughs> マーガラに誰も刺さらんところに「いや」が刺したら「いやー」なんかなるぜっていう何もわからん <laughs> 何なのかも何もわからん <laughs> 続きましてラジオネーム「所詮43歳さんの」「単歌遊泳に必要な道具を準備しよう」「はやぶさの剣」 全然知らないですけど、終わったで来たプさん、これ二回攻撃ができるすごい剣なんですよ。死なんしこれ。<laughs> <laughs> これ何に出てくるの？ハヤブサの剣を。あ、ドラクエー、あ、ドラクエね。あ、最後の方にしか手に入らないこれ取るさ、何になるば、わらばは、勝利。2> 2勇者になるんだ。2> 2 いや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 だから2回こけてるんじゃないわけよ。これ何で将来なるかのあれやんばいおま、お祝いやんばい。<laughs> まあドラクエの権利。<laughs> 続きまして栄治伊達さんのタンカー遊泳に必要な道具を準備しよう。<noise> 鬼ハンドル。あこうあのこういうハンドルですよ。ままん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 。お音の影響だな。絶対音とが置いてるな。うん、まい。 続きまして、ニンソルーさんのタンカー遊泳に必要な道具を準備しようチャンプロードや, <laughs> や、ややんばよ、やっぱ絶対音がこんな人やんばよ元やんばよ、元ね、岡 <laughs> でデジブチギレとかや、マジ <laughs> 続きまして、岡カの上のビーチクリーンさんのタンカー遊泳に必要な道具を準備しよう 黒目が片方入ってなハ、ま、<laughs> これ見え見えだな何なそうしてハハハハハハハ見えハ見ハえさ。<laughs> あんた頑張って勉強しなさいよっつってね <laughs> あんころ面白いな続きましてラジオネーム成人向けレンタルヒデオさんの「単ン遊泳に必要な道具を準備しよう」。 付け強制ギプスねみんな「3」つけないからね「ょうき吉」とかすごい小邪さんこう」とか言ったりするからーー「3」っていうさみんなに「3」をつけるっていうギプス。<laughs> 口だけどな。えー、続きましてラジオネームバクナーさんの「タンカー遊泳に必要な道具を準備しよう」。 インパクトドライバー俺が欲しいなこれ俺が欲しいんだよな一つあったら何でもできますからねかかといや違う今日子供が <laughs> 何選んだらどうなるかっていうお言わい論で片付けてインパクトとかは、えー、続きましてラジオネーム黒幕さんの「タンカー遊泳に必要な道具を準備しよう」<music> 判定委員会 あこれはつまりものではなくてあ今インパクトドライバー取ったか触っただけかこれ取ったに入るのか何秒持ってたかっていう何秒触ってたかっていう判定委員会一回じゃあ映像で見てみましょうスローで <laughs> 何人体制でやってるのこれデージ人かかってるなでで<え>でもあれです角度ですね続きましてルパンがした藤子ちゃんの「」 遊泳に必要な道具を準備しようギザ銃これ取った何になる場だからずっとギザ銃集める人になってる多分大人になってから結局10円なんだよねギザ銃って高く売れるって聞いたけど出すと「お前ゆえびさんの段階遊泳に必要な道具を準備しよう」「小粒」 こジュース <laughs> なっちかさよ <laughs> だからだからお前なんかシステム分かってるかそろばんとかいろいろあるお金とかいろいろあるわけよおくのご飯とか。 どんな子供に育ってほしいか小粒にぬえがあ小物ってこと <laughs> <laughs> ええひどいどうのあれば小粒にしたいわけ <laughs> <laughs> でじゃあさはいということででそれましたじゃあですね本日のベストオーギリストは C.M. など発表しますのではいコマーシャル さあでは本日のねベストオーギリスト決めますかねはい「単回ゆえに必要なものって何と?はい」と黒幕さん「判定委員会」「どれ取ったか!」「本当に取ったでいいのかこれは」っていうね「あー <laughs> 握った握ってない」っていうねはいえー、お前ウエビさん「小粒」<laughs> これはどういう願いが込められているのかというね <laughs> 我が子供、小壺にしたいのかというね。恭、うん、一、これいい、これとってもセンスあるな。岡野家のビーチクリーンさん。黒目が片方入ってない、だるま。<laughs> もう、あれよ、大人たがよ、順に、この親よ。もう、なんかもう。よく丸出し。みたいな。ね。何かに当選させようしてる。ね。うん、これいいですね。はい。素晴らしい。 こういうな、これ、これ二回ぐらいひねられてるのわかります。すごいんだよな、素晴らしい。はい。ということで、単回上に必要なもの。ね、何でしょうか。角度いろいろありますよ。うん。いい角度の人いますよ。はい。えー、焦げも食べますか。ね。キープさん、チェス、ニーブイ、ダーユース。こんにちは。アンケート上。焦げた焼肉も、焦げた魚も美味しいから食べるよ。 魚釣ってバター焼きよくやるんだけどかんなじ焦がすからふっくら部分はわらばーに与えて焦げた皮なんかは俺に回ってくるなヤシがこないで嫁とわらばーがクッキー作って焦げたクッキーだけ俺に回ってきたんだけど焦げたクッキーを違うわけよ硬すぎて仮面し上の前バーは刺し歯だからビクビクして食べたなヒーポさんクッキーは違うって普通わかるよねじゃあうん何でもかんでも焦げた方がいいってわけじゃないんだよねそうそうそう クッキー焦げたら結構硬くなるよねマジで歯折りんどあ,、はい、ありがとうございますうん薄くして焦がしたクッキーもシュルケになりそうだな <laughs> 星型の <laughs> <laughs> 歯折れるぐらいだったらシュルケになるんじゃないマジで <laughs> はい。面白りすなのみなさんこんち猫大好きまいまいですこんにちは,マイマイにちはアンケート A 私が勝手に 師匠って言っている料理人の動画があるんですけどポトフはまず野菜の具材を焦げ目つけて次に厚めに切ったベーコンを焼いて焦げ目をえ調味料と一緒に煮込んでみてマジでうまいから野菜のうまみが爆発するから切らんヒープさんも作ってみてよ奥さんめっちゃ喜ぶからじゃあヒープさん時間まで頑張ってはい猫大好きマいマいさん まあ、パッと聞いたら美味しそうだなと思うんですけどポトフがねあんまり分からないんですよ。もう本当にごめんなさいポテトと豆腐 <laughs> ポークと豆腐とかこんなのしかかばないんだよなどこの料理ねロシアだったこれ。あ、うん、ポトフ煮込み料理でね何ね野菜煮込んだやつ。んあーん 野菜の煮付けでしょ。お寿司。ポト <laughs> ポトフねポト <laughs> 煮付けに <laughs>。こんにちは名古屋ののなたです。こんにちは。アンサー A。基本的には気にせず食べる派食べる派閥です。学童のキャンプでは半合。うんなんてこれ,これめっちゃ難しい字だこれ。半合炊飯かな,飯かなでご飯を炊きますが。 あそそうそうはじめちょろちょろ中パッパ赤子泣いても二取るな」の火加減が「はじめぼうぼう中ゴー,ゴー止めると言っても巻きくべる」なハンが名前 <laughs> 現れますそういったハンのご飯はおこげを超越してるのでさすがに食べないですねやっぱりこげ出れし「はじめぼうぼう中ゴー,ゴー止めると言っても巻きくべる」<laughs> 全然言うこと聞いてないな。 <laughs> いつも全開最初から最後まで全開、うん、はいこれはもう有名な言葉ですけどねはじめちょろちょろ中パッパ、ねうん、ラジオネームポーリーさん皆さんこんにちはこんにちはヒプさんタコライスさ最初から混ぜる人あれなんでねいるね俺はねっては食べないな まあどっちでもいいけどでアンサーはトリプル B おこげご飯リアルに最近多くて何年あれは意味がわからないだあ昨日は米半分も残してしまった、うん、最近多いなんでかね炊飯器の調子が悪いのかなえもしかして釜で炊いてるポーリーさん、うん、はいありがとうございますああんまりでもそうっすねひっち続くとちょっとあれかもしれんなうんはい えー、ヒブさんんハイサー横浜からブー25ですこんにちはアンサー A 大好物うちはご飯を炊飯器を使わずに鍋で炊くので何日は全部自分のところに来ますピザとかのチーズの焦げたところも最高あとはグラタンとか焼きプリンを食べた後に皿とかに残るおこげも大好きおこげが体によくないなんて迷信トーストとかもおこげみたいなもんだしおこげ最高 <laughs> トーストはおこげみたいなもんじゃないよあれパンデよや <laughs> はい <laughs> ありがとうございますあんまり過剰に1日に何 kg も摂取するとそれは体に悪いよということですよ、うん、まあ何でもそうですけど、うん、焼きプリンねあれ考えた人偉いよあのあれもあるさあ何て言ったかな上に膜張ってんのカラメルの<ー>割ってから食べるのそうブリュレブリュ,ブリュレかあれねスケートの 氷張ってんのバンって割ってから、ああ、中に落ちるみたいなやつ。あれの上よ、上。<laughs> デイ十万円、ちょっと苦いやつ。こんにちは、東京からラジオネームがわみと申します。本日もよろしくです。こんにちは。五月十四日、お会いできることを楽しみにしております。ああ、嬉しいですね。はい。さて、今日のアンサーは A です。子供の頃は苦くて、避けて食べていましたが、だんだん大人になると、癖になるのが不思議ですね。 焼きそばホットケーキは焦げ目があった方がむしろ美味しい感じがしますホットケーキはフライパンでお母さんが洗濯してて焦がしちゃったみたいな具合がむしろちょうどいいんですよねでもその焦げ目のバランスが難しいんですよねやっぱり偶然の産物が最高中華料理で出てくる焼きそば蒸した麺よりか焼きのパリパリの方が大好きですはい東京から川見さんありがとうございますね